いいよ、やつ。はい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 。この感じならでも。動き変えてきやがったこいつ。ザオ、ケンゼラの物語。続き、いきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。なんか、どんどん、何か鳴ってる音が聞こえますが、それか。ってことで、続きをやってまいりましょう。とりあえずは左の方に進むってことで、多分、いいと思うんですが。はん。まあ、今のところ特に、そんなに難しい何かが来たりとかはないけど、ここは壁くっつけない。さあ、あの像、まるで太陽と仮面と太陽の仮面と月の仮面合体してんのかい。インタラクト、なんか新しい能力来るやつですか。んー、これは、バンバの石。月の仮面を装着中に L2 を押しながら L スティックで狙いを定めることができます。それ前からやってなかったっけ。その後 R2 でバンバの石を投げ、敵や流れる水を凍らせる。あら、意外な能力。自分の中の何かが変わったように感じる。ハディシアバンバ、ハディシアバンバ、うむ、この物語が彼の伝説を伝えている。はるか昔、イカカランバ周辺の村々は荒れ狂う洪水に翻弄されていた。後にバンバという若いシャーマンが水の噴土を沈めることになったのであった。水の噴土が頂点に達した時、バンバは小さな石を手に取り、それに月の力を染み込ませ高原の頂から石を投げた。バンバの投石の威力と速さは凄まじく、その力によって水は凍りついた。それにより人々は無事村々から逃れ、危機から救われたのだ。今このシャーマンの祭壇が何時に授けようとしているのは、先人の力、バンバの石。バンバ笑ってる。何がおかしい。ごめん、バンバの石、本当にその名前なの。そんな笑えるバンバって、これは何時の先祖たちの話ぞ。彼は人助けに尽力し、この地の人たちは彼の献身的な救済を心より喜んだ。たかが石を投げただけで、そんなことだけで祭壇を作ってもらったの。いや、でも凍らせることができるとかすごいぞ。彼の経験は何時が持つ両方の仮面に組み込まれておる。この教えを肝に銘しておくんだな。ほう、バンバの石を使って一時的に流水を凍らせましょう。ザオが氷の上を走ったり、足跡しジャンプしたりできます。戦闘中、バンバの石は敵を一時的に凍らせるためにも使用できます。めっちゃ強いやん。いきなりそんな最初から、これはね、バンバ、これなんぼでも使えるのか。左下のなんかあれが回復していってるな。はあ、じゃあこれで普通なら、だからここ滝があるだけやけど、こうすることで、あ、バンバーでいける。バンバーずっと凍ってんのか、これ。そんなことないよね。あー、しばらくしたらやっぱ、あー、こういう感じ。これでじゃあ戻んのか、まさか。あは、お前、いや、こう思うと能力がちょっと増えすぎて、こうでチェンジして殴る。あ、結構いろいろどうなんかな、頭使ってやらなあかん感じになってくるのかな。あ、しまった。回復、爆発するの忘れてました。で、前を、この状態からで、違うな、こっちじゃないとバンバはできへんじゃな。こっちバンバ、
おい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 、そういうこと。ちょっとあれやね、普段なかなかお目にしない能力やから、新鮮メトロイドバニアかもね。そういう意味では能力的にはたら使うの、ちょっと落ち着いてやらんと、そんな頻繁にできる能力じゃないと思うぞこれは。違う、こっちは使えへんや。ややこしや。これ直感的にプレイできるようになるまでちょっと練習いりそうよね。月の状態じゃないと使えへんし。すげえ。で、なんかだった。で、あ、危ねえ。とりあえず戻るでいいのかよ、これは。ファストトラベルってまだ別の場所行かれへんもんな。とりあえずこっちに行けってなってるね。一応でも、そういうの、あ、これで戻れるようなんのか。はあ、なるほど。あ、なんやったら前行けなかった場所にも届くようになって栄光が取れる。なるほどね。ああ、 OK、 よし。でスキルは2ポイント貯めなあかんのよな。オッケーオッケー。なんとなくいけるようになってきたけど、ちょいむず。ここは前来たね。こっちの右側が確か行かれへんかってんな、お前な。ここ分かへんな。で、なんも、いや、いけへんな今のところまだ。じゃあとりあえずは戻っていくしかない感じ。はっ、んー、敵がちょっと多いと大変ですな。はい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 、よし、大丈夫。でここもこうか。いやー、これちょっとでも使うんむずいで。はい、ここにも。そしてこれはポイントのやつか。よし、エコーでもちょっとポイント貯まったりするからややこしいな。はっ、これなんや。あ、これで戻れるようになったのね。僕のバーバー祭壇を作ってもらえるだろう。言うとりますわ。ワークベンチは特にスピリット量増加、戦闘中に敵を、あ、でもジャグリングせなあかんやもんな。じゃあこれでいいか。意外といけるところこれで増えたりすんのかな。この辺全部取ってるから単純に戻るだけよね。おい、はいはいはい。で違う、こう違う。あ、やっぱ直感的に使うのがまだまだ鍛錬が必要ですな。今月なのか太陽なのかっていうのをちゃんと感覚でつかめるようにならんと。うん、これがまだまだ失敗しちゃう時がだから多いよね。あくまでも流氷しか凍らせ、あ、いや、ここは凍る、流れてるやつしか凍らへんってことかい。この辺から俺滑ってきた。ああ、なるほどね。せやな、ここに来たやんな俺な。はあ、おい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 、あ、あれ
あ、全然見てなかったけど、針に当たったんか今多分。そりゃね、その針に当たったやな。で、ちょっと待って、あはん、マップ見るタイミングミスりました。あの上に多分行けるな。このこ、あ、いや、ん、この上にはいい、や、無理やな。戻ってジャンプはできひんしようなってるから、今の俺では、ははやな、一回しか空中出しできへんから届かんな、あそこ。なんかアイテムとかあったら嫌やで。はっはっ、へえ、はっ、てっ、あー、ちょっと技あり。スイッチ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 、オッケー、戻ってきました。壊れた橋を越えるな、ザオよ。今度は落下するでないぞ。届くんやんな。ギリギリー来たぞ。さあ、あの女の子はどこに。イカガランバ人を見かけるとは驚いた。はあ、少女が一人でなぜこんなところに。だね。いやな、やっぱ一旦地面に戻ってこないと空中ダッシュは1回しか使えへんわ。この辺はちょっとあれやね、ゲームによってやっぱ違うから。あ、プリンス・オブ・ペルシャとかは何回も空中ダッシュできたもんな。スイ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 、うい、危ねえな、ここ。ふんふんふん、大丈夫で、飛んで、トン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 な、これ。それに注意ですね。おい、ジャグリングできるようになりたいな。まだそれがうまくできてねえ気がするな。おい、痛い。こうして、こういうことか、ジャグリングって。んー、どうなの。ほいほいほい、トゥントゥントゥ、ここを、ブブーン、ほい、そういうことでしょ。どう、ええ感じかい。ちょっとマップ広め。お、2ポイント貯まりました。これでライトチャージ最大値が、あ、8やったのが12になるってことか。三角を回、ん、完璧なタイミングで押すと敵の弾を弾き返す。弾を撃ってくる敵もらそんないいよね。リチャージ中に完璧なタイミングで、あ、これまだやったことなかったな。そういうのもあんのか。長押しして強烈なパワーをため、はあ、コンボが増える。空中にいる際に地面叩きつけの、はあ、そして必殺技増えるか。シンプル、打てる数を増やしたろ。12発撃てたら結構便利なんじゃない。はいはいはい、んで、ほほ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 ほ、で、ここでボタンを押すと、なるほどね、リチャージ。んー、くっ、打ちにくいところ、当たらんな。で、リチャージ、スススススス、おい、そういうことで、あ、こっちで合ってるよね、右上。ああ、だいぶ広がってきたね、マップでも。
から。なあ。下から行くんやな。ミスったな。やから。まずここを。ここ行って。こっから。トントン。こうや。おい。まずはエコー。喋るやつ。あ、でもちょっとやっぱ飛んでるね。飛んでるやつは行けへんかったところにあるんかな。気になるエコーで、さっ、こっち。あれは違うよね。あ、危ね。ギリギリやって。いけるで。まあ、でもまだ行ってないところも全部マップに見えちゃうから、これはこれでほんまどこ行ってどこ行ってへんかがわからんよね。お、ファストトラベルが前のところこれで行けるようになりましたよと。 OK。 これはあ、そういうタイプ。ああ大丈夫だ、任しとけ。たまにこうやって行けへんとこあるからさ、これをマーキングとかしたいんやけどな。デディ、ふい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 、強すぎひん、これ。ふい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 、どうよバカ誰が。火よりふんふんふん、あっちの方が普通に強いんだ。これはチャッチャッチャッ、死んでいる。特殊ティッティッ、あれ二段ジャンプできへんかったぞ今。二段何ここ、トントン、上当たってるし。死んだらでもその場から始められんやな。それはそれで優しいな。で上登りの、おい、ブルン、危ない、うん、来ると思ったよ。おい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 、パン、もう一匹おらんかった、いた。プン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 、痛い。いや違うな、ジャグリングがまだやり方よくわからん。上飛ばしの、ははははプリンスオブペルシャ感はちょっとあるっちゃあるけど、ふい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 、はこういうことよ。お前もおい、凍らせるの強っ。だけどこっちのファイヤーの状態と使えへんから、ああやっぱもうちょっと感覚的に使えるようになっていかなあかんな。何ここ、奇妙なからくり、何か能力がまだ足りないってことやね。あぶね、へっ、 OK で一旦ぐるーっと回って多分向こう側行くってことでいいよね。ここは右側は何もなし。えっ、スイッスイッ、左切りになるけどこっちよし。おっ、んー、こうして、おい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 、こっかダメージはこっちの方が高えのか。おっほいや、ロホザ、コンガマト、ババイポエナコウサマキ、ババが釣りに行くとき言ってた、彼らに少しばかり釣ったいものを分け与えなければ面倒、船壊し。は、今さっきの鳥がせっ、
ちょっぴりちゃんとこういうアクションも入ってくるね。イカカランパ。右もあるのかこれ。さすがにいけへんな。なんか能力いるやつやね。よいしょ。よいしょ。なんじゃい？バーバの話？ママについてもなんか聞かれてる。集中した方がいい。今喋りかけてくんな言うとりますわ。で、はい。こう。呼んだ方がお話は分かりやすいんやろうけど、行きましょう。あぶね。ゲイ。これはなんかフックっぽいのがあるね。掴まれるようになるタイプのやつか。あ、あいついたぞ。見よ、彼女はあそこだ。不番ぼ。短い足にしてはとても速く走るね。イフ、聞いてくれ。謝りたいんだ。なんや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 。短い足、短足いじりしてました。彼女はなんで逃げる。ほら怒られてるやんけ、足が短いなどと言ったんだっつって。あ、すごいね。でもね、あの女の子ここを通っていってんでしょ。ほえー、あら、めちゃ急に広がったな。いやほんまマーキングしたいな。マーキングできんのか。それができるだけでだいぶ楽になるんやけどな。どこ行ってどこ行ってないかがわかりにくいのよ。ほい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 。おう、はっはっはっ、落ちそうになるなこれ。うい、一応敵倒すことで経験値溜まってるんやんな、右上のあれ。あ？え？とう、あ、いけるわ。大精霊の方に集中すべきだと思う。女の子はここを越えていってるんよね。はっ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 。あ？さっさっ、ここにもエコーが。ああ、こっちか。おい、まだまだやな。でもな、でこっちから登りだよな。あんな無理して登らんでも。はい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 。さあこっちで、ここは登るだけ。はいはい。からの、危ない。んな気がしたわ。来いや、来るなら来いや。なんだ。あ、いる。僕はただ謝りたいだけ。ちょっと待って、おちょくられてる。ところしなみにイラつかせてくる。叱られてます。おい、どこまで行くねん。あら、次こんなところまで行けってか。めちゃめちゃ遠そうやけど、ほっ、あ、どうやって彼女はここを通ったんだ。飛んだのかもな。すげえ。はいはい。で、ん？なんか使うっぽいな。は？ああ。はあはあ。ああ、これをじゃあ一旦下まで持ってけってか。危ね。バカだね。ってことやんな、多分な。当たるかい。下。
下までやんな。おお、違う。いや壁に、あ、ここ壁つけるよね。おいおい、エコーの方かい、開かんかい。あれ、反応悪いやつやで。よし、でこれを向こうにまた持ってってやんな。なーよこら、おいせこい感じで出てきやがって。なんか今一瞬違うか、これ触った時のインタラクトか。ぬぬぬぬ、凍らしてからのってことでいいよ。よし、ここまで持ってきました。これをさっさっとしました。で届くだろってことか。なんでこんなに危険だらけ。すごいね。はっ、よし、あなたのことわざの真似をしてみただけ。はいはい。でどこまであんのこれ、マップの感じ。こっち、あ、またこれ、でもこっち行ったら帰ってて、いや、いけんのか。あぶねえ。はいはい。うわ、そういうタイプ。はっはっ。いやいやいや。はっ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 。あぶねえ。そっそっそっ。どこにそれ。トゥン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 。トゥン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 、いや勝手に乗っちゃうなそこ。あ、ちょっと待って、あ、トゥントゥントゥントゥ、あの茨はダメージ受けるだけなんか。でもなんかちょっと足りひん感じなのよな。てっせっせっせ、ここまではええんやけど、こっからさ、ジャンプの感じ、ギリギリ届かない。届いた、めちゃめちゃギリギリやったわ。いけた。あれは、お、ソーシング、来てよかった。こっち、敵からダメージを受けた際にスピリットを獲得。なるほど、 OK。このマークがあるところにソーシングがあるっていうイメージかな。はあ、なんかいろいろ取りこぼしそう、マジで。よし、やけど変える必要は別にないわな。よいいよ。でこっち閉じといて、俺どこ行った。ほん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 、よし、やめとけ。大丈夫、やば。凍らして、でてせせせせせ、でよけ、クソ、むずいな。感覚的にまだまだ、もっと練習せなか。まあでもそこまで難易度高くはないね。大丈夫だね。いいよ。で、さ、はいはい。よし。当てるね。いくよー。ファストトラベル解禁。OK。ボス的なやつはそんなおらんのかな。今のところ雑魚が出てきてるぐらいで、ボスらしきボスは来てへん気がするけど、
こんな感じなんかな。下に、うん、またあいつ、あ、ちょ、おちょくってる完全に。ふざけるのもいい加減にしろ。まったくもう、はあ、完全におちょくられてますな。で、違う、あるな。おい、まだまだポイントもっといるよな。こっちは3ポイントかい。はあ、まだまだでも溜めまくらなあかんから、雑魚をもっと倒しまくってとかの方がええんかな。で、こっちってどうなってたっけ。あ、橋があったな。ってことはこれで橋つながるやつか。前の場所に、まあ、まだ帰ったりする必要ないんやけど、多分上なんもないよね。さっ、ででん、どこに何があるかわからんからん、気になるん。あ、これやね。これで届かなかった場所にギリギリ届くようになりますよと。やけど女の子はこっちじゃないから、まずはさ、向こうに戻るよ。ほっほっ、こっちからの、の、はいはい、どっちだ。進むべきは右って言われたら左気になんねん。よし、で、何これ、はっ、嫌な感じ。そして、はい、いけてるね。ほっほっほっ、へっ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 、これだぞ。なんかある？お？でもこうはボイはケンゼラ。ケンゼラのいないならバオバブの木。ワガンガマラニンギオリポムズイカカティカシモヒロ。シャーマンたちはよくこの空洞で休むんだ。瞑想したり生徒し、その間にあるすべてのことを考えたりね。ザオ、何時も今はシャーマンだ。一時の大きい予測を取り、己と向き合うことができれば良い効果があるかもしれぬぞ。お、うん、そうか。ペンギンね。そうかもね。なんか能力？リフレクションにインタラクト。なんじゃい？リフレクションとは？微笑んでいるな。僕の父親はこんなバオバオの木へ僕を連れてきて瞑想してたよ。でも僕はそれがすごく嫌いだったんだ。ここに来るたびバーバは瞑想がいいことだと僕に言い聞かせてたんだ。ああ、お前が大人になって私がこの世からいなくなった時に思い出すだろう。どれほど自分が鬱陶しい子だったかを。そして私に同情を抱くだろう。そして笑うだろう。ははバーバの言う通りだったよ。なんか、なんの、あ、体力増加。お、お、増えた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 。これは助かる。なんかすげえ体力少な感じだからさ、まあ、言うて今のところ一撃死とかしかなってないんやけどな。これ降りれるわけじゃないか。降りもしない。はあ、このための場所ってことかい。じゃあさ、こっちはなんも。はあ、でもこっちで正解やったってことやね。うすん。うっす、危ね。即死なのよね、針はね。うっす、あれは大丈夫なのよね。即死針とそうじゃない針が存在しよう。で、あの女の子、はい、
とこ行けよったい。ほっほっ、ギリギリ来たぞ。逃げるのをやめてくれ。ブランコ、あほん。え、なーに、結構来てるよね。また向こう側に戻ったりもすんのかな。特になんもなし。賢いフェニックは2頭も捕らえることが、イカカランバへのリフトだ。感じるか。あのリフトは例の気配で満ちている。逃れようとした人々が閉じ込められてしまったのだろう。シャーマン、準備はいいか。これは一筋縄ではいかぬぞ。なんで、なんかあんのかい。準備はいいかザオ。なんか始まんのかな。これは前のやつやんな。なんかいろいろ増えてるけど、まだまあ第一幕一章ですが、行ってみますか。インタラクト。あはは。これは、あ、き、食らってない。あ、ちょっと待って、こっちしか食らわんやつか。いや、シールドがあれか。あー、やば。なるほどね、そういうタイプがいるのね。ちょっと待って、はいはい、おいおいおい、でいでい、お前は凍っといてもろて、こいつは、はっはっ、ほいほい、うん、なるほどやで。ポン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 、ゲー、回復、放っといてもうて。いや、やっぱ食らわへん。よし、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、回復、危ねえ。うーん、つっ、で、ガードが解けたら、あー、これちょっとマジでちょっと頭使うな。放って、よしよし、へい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 、どいて、回復、ほほほほほほほ、ほいほいほい、余計、ひひ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 ひ、危ねえわ。なるほどね、嫌だ、違う、くそ腹立つわ、このダメージ通らへんやつ。ちょっと待って、おい、避けて、しかも飛び道具、タッチ悪いな、お前。ほい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 、避けて、ああ、なるほどね、そこそこ難易度あるわこれは。うんうん、ででででで、あ、こっちは炎しか逆にダメージ入らないんすよな。はあ、ちょっと、あはん、回復、ちょい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 、ああ、このダメージどっちかでしか入らへんの、マジで大変やわ。死んでいる。どっから、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ほい、イエス。しかもこれシールドを早めに壊さんと回復しよるね。せっこーい、おいおいおい、いや、食らわへんこれこれ、あ、これむずい。ちょっとちょっと、ちょっと、あ、しかも端っこにトゲあるのね。あ、これはむずいわ。チュッチュッチュッで、うん、違う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 、ダメージ全然入らない。いや、うっとし、はいはい、俺生きてる、生き死んでる、やば、こうこうこう、違うな、あ、端っこのトゲなんとかなりません、うんうんうん、しかも凍らすのは、うわ、シールド回復しよるわ。おいおいおい、凍らしといて、
凍らしといて、凍らしといて、ふいふい、よし。で、やってくれたなお前。おい。あっ、こら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 、やば。やば。ちょっとそれは、ちょっとそれはいろいろ。わからん。あ、違う。やーべ。だってこれめっちゃむずいわ。先にあいつらを倒しつつ、どいてもろって凍らして、ほい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 、避けて、あぶね、はんはん、避けるタイミング、あ、ちょ、もう、あ、ちょっと、はっはっ、避けて、全然避けられへんや。これむずい、普通にむずいというか、うざい、うざい、ちょうざい、ダメージ全然入らへんし、お前ら横の壁、横の壁めっちゃうとしいし、はっから回復をしたいんやけど、避けて、なんでやねん、全然回避せえへんなこいつ、ツンツンツン、バカだな、ほいほいほい、でで、せいでい、せい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 、違う、めっちゃむずい、ここすーげえ頭使うし、こうして、はっ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 、壁がうぜえわ、はっはっ、ズン、なんでやねん、壁に当たるのマジで何とかならへんこれ。でお前ら凍ってるからこっちしか食らわへんし、ふいふいふい、いやそれうっとしいし、こうこうこう回復、ちょ、マジで全然避けへんな主人公、ボタン押しても、なんやねこの塩、あっ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 、いやーマジで避けへん、あーはっ、うーんはっ、さあ来たけど、もうダメージがな、こっから避けまくるしかないんやけど、で、で、せ、避けられ、避けない、避けないの、避けないのよ。はん、はははははは、いい加減にクリアさせい。で、こいつをあっちで行かなかねんな。あいつ、それ、マジで、こいつ、どうやってそれをさ、ヒット&、アウェイで行きたいんやけど、ほっ、ほっ、あ、やっと、オッケー。まあ、やってくれたな、こら。ほい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 。よし。ほら、ふざけやがって、はあ、カルンガ嫌いなタイプ、ザコウェーブだけのボス戦なしタイプかい、数の暴力でゲーム難易度を上げたつもりになってサボってくるタイプやな、お手頃値段やからってそこの作り甘えたらあかんで、ちゃんとおもろいアクション作ってくれな困んで、そこはな。んで、イカカランバとかいうところに来たのかい、これでなんか雷雲が奥にある感じ、こいつなんや、あ、なんか
やっとボスっぽいの。ダメ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 、下がってちょっと。おお、ちょっと待って、あ、ボスっぽいけど、あー、こっち、おいおいおい、で、あー、トゥン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 、おい、そうそう、そういう、まだ相手の動きをちゃんと見切ってなんかするタイプの、いいよやつ、はい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 、この感じなら、でもら、あ、動き変えてきやがったこいつ、ほいほい、で突進、突進が一番楽よ、ほら食らってるか、おいおい、パン、凍らしてい、凍らしてい、終わりじゃい、どうよ、いけた、雑魚戦が一番落としかった。お子さは大丈夫、すげえ顔してる、ミミ、牛の神さん、なんじゃこいつ、私とっても元気よ、あなたがあのロフを倒した時はすごかった、とても勇敢、あの精霊ったらガオーって言って、そこであなたがバンドカンボーンってやって仮面つけて待って飛んで、めっちゃ喋る。君はもう安全だから、あいつに覚えなくても大丈夫だよ、僕に対してもね。え、誰があなたを怖がってるの。そうか、私が逃げちゃったからね、私てっきりあなたが遊んでくれるのかと思ったの。遊ぶ、あんなトゲだらけの穴を飛び越えて石のブロックを押すのに汗をかいて、船壊しどもと遭遇したことを遊びだっていうのか。うん、まあいいや、僕はザオ、アーマンラのシャーマン、あの橋を強引に渡ろうとしたことについて謝りたい、僕が警察だったよ。うん、ありがとう、すごい顔してるね、なんかね。うん、今考えたらあれはちょっと怖かったかも。私の名前はリアンナ、リアン、僕は一点の大聖霊を探しているんだ。一点で読み方合ってんのかな、今更やけど、それってまさかイポンドゥル、ん、彼女のこと知ってる、うん、昔はずっと一緒に遊んで笑い合ってたの、でも突然何かが変わり始めた、嵐がだんだん大きくなってイポンドゥルも変わってしまったの、笑いも絶えて遊ぶこともなくなった、イポンドゥル、そして彼女は空へと旅立ち、あ、飛べるタイプ、嵐が止むことがなくなった、気づいた時には皆いなくなってた、私がイポンドゥルのためにここに残ったの、彼女が大丈夫か確認するためにね、でも彼女に呼びかけても返事はないの。ああ、君はあの橋でイポンドゥルを呼んでいたのかい、ああ、最初の橋落ちる前、そう、私が何回呼んでも全く返事がない、彼女は空に留まっているだけ、また昔みたいに二人で遊べたら最高なのに。リアナ、リアナ、僕たちが嵐を止めなくちゃいけない、嵐を沈めるには空に近づかないといけないんだ、どうすればいいかわかる、近づく方法は知ってるけど、ザオ、あの嵐を見て、怖いでしょ、空へ行く唯一の方法は水路を通ること、空に行くのに水路を通る、そこがイカカランバの一番高い場所、でもあそこは、ここが廃村になってからはずっと施錠されている、開けるための鍵は鉱山の奥底にあるから、わからないよ、はあ、えい、フリアナ、君が床なのは見てわかる、一緒に行くのはどうだい、まずはじめに鉱山へ降りよう、鉱山行くの、本当にザオ、本当に私たちを助けてくれるの、うん、精一杯頑張るよ、やった、ありがとう、イポンドゥルも私とまた遊んでくれるかもね、本当にありがとう、それじゃ鉱山の入り口で会おうね、わーい、はあ、なんじゃあいつは、 あとりあえずは初めてボスを倒したところやと思いますが、リアナ、イカカランバ人の唯一の生き残り、はあ、やけどもうキャラクター的にはあと2人いるぐらいな感じっぽいね。敵めっちゃうっとしかった。
ケー。じゃあこんな感じで引き続きまた頑張っていこうと思いますが、この続きまた近いプレイしていきたいと思います。意外とでもなんかどうなんかな、メトロイドバニア系っぽいやつやけど、探索の部分はどっちかっていうと一本道。今更やけどここ左行っといた方がよかったんかなちょっと気になってもてるわ。それではまたよろしくどうぞ。